野生の鹿やイノシシなどの肉を使ったジビエ料理に親しんでもらおうと、長崎市が特別メニューを提供しました。これから寒くなるにつれて油が乗っておすすめです。甘酸っぱいベリーのソースが肉のうまみを引き立てます。県産のイノシシの肉を使い、パン粉に隠し味のお茶の葉を入れて焼き上げた香草焼きです。長崎市では毎月19日を食卓の日として、県産の食材を使ったランチを提供しています。食品ロス削減月間に合わせて、今月はイノシシやシカなどの野生の食材を生かすジビエがテーマ。去年長崎市で捕獲されたイノシシは3970頭と年々増えていますが、食用の肉に加工されるのは全体の1割足らずです。抽選で選ばれた市民などおよそ20人を前に、メニューを考えた坂本陽一シェフがジビエの食文化や魅力などを話しました。ジビエというのはそういう高級な方たちがその昔楽しんでいた料理である。長寿をただ殺処分するんじゃなく、これを有効利用して余すことなく命をいただいて、その命に感謝していくということができる。参加者にはジビエを使った弁当とジャーキーが配られました。どうせ捨てられるものでしょっていうところが、やっぱ高級食材、それを改めてちょっと捉え直させてもらってたんです。自分ではなかなか作れないものなのでですね、どんどん広まっていったらいいなと。肉じゃがはとりあえず作ってみたいなっていうのは。来月の食卓の日にはクジラを使った特別メニューが提供されます。